はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は Amazon で商品を販売した後の販売戦略を最も簡単に手っ取り早くやる方法についてお伝えさせていただきます。商品販売後の戦略については以前もこちらの動画で詳しく話していますが、その内容はどちらかというとマニュアル手作業で各商品、各々の状況に合わせて臨機応変に行っていくやり方でした。少しだけおさらいさせていただくと、まず商品を 販売した後セッション数と呼ばれるお客様が何人ページに訪れたかを表す指標が20を下回っている場合は、まず広告をかけてお客様がたくさん訪れてくださるように、イコールセッション数が多くなるようにしましょう。それでも売れなければクーポンをかけましょう。それでも売れなければセール価格設定を行って一時的にさらに値下げを行いましょう。この広告クーポンセール価格設定という3本の矢で めていきましょうというと話でではあったんですがこれれ通りりににやれば絶対に大丈夫だっていうわけではありませんこのやり方は一つ一つの商材の状況を見極める必要があるわけです。もちろんコンサルティングはそういった細かい部分について個別商品ごとに指導することができるというのが一つの腕の見せ所ではあるんですが、例えばサポート期間を過ぎた生徒さんや独学で amazon 物販やられている方、どんなタイミング でどうやって広告かかけけたたりりクーポンかけたりその他のののプロモーションをかかかけけていけばいいいばよよくわかりづらいですよねその際にぜひチェックしていただきたいのが在庫健全化ツールです。在庫タブ、在庫健全化ツールをクリックしていただくと在庫パフォーマンス指標と呼ばれる緑色から赤色のバーみたいなものが出てきます。そちらをクリックしていただくと在庫パフォーマンスのページにパフォーマンス指標の改善方法という項目 があるんですがそちらの右側にある余剰在庫を減らすをクリックしていただくか在庫タブ在庫健全化ツールをクリックし在庫健全性管理余剰在庫の削減という項目をクリックしていただくと改善が必要な商品の一覧がリストアップされていますそして一つ一つの商品の右側のアクションという縦列の項目でどのような対策を取ればいいのか具体的に提案も出ているんですね例えば 例えば、アマゾンスポンサープロダクト広告の作成。要するに、広告をかけましょう。だとか、在庫処分タイムセールを作成する。だとか、セール価格設定を行う。だとか、とにかく具体的に指示が書いてあります。絶対に従わなければいけないというわけではありません。例えば、在庫処分タイムセールを作成するというボタンをクリックすると、本来の金額よりもかなり低い金額を提示されることもあります。ただ、基本的にはこちらに表示されている通りの の作業を行えば商品が売れるようになります前述したように通常は広告をかけるというところから販売戦略を進めていくんですが広告をかけたからいいというわけではないんです。例えば1日1000円広告かけたら5着売れる商品があったとします。もし広告をかけずに200円引きにしても5着売れるのであれば同じコストで同じだけの効果が得られるのでどちらも正解という話になるんですがとにかかく広告かければ いいんだって考えて広告をずっとかけ続けて広告貧乏になる要するに広告かけたら売れるんだけれども広告費の方が加算でしまって赤字になるっていうパターンも多くありますので実は広告かけるよりも価格を下げた方がいい商品だったりだとか広告をかけようが何しようがあまり変わらないからもうこの商品は在庫処分を行った方がいいだとかそういった具体的な提案をこの在庫健全性管理 のページで確認することができますというわけで今回は在庫健全化ツールをぜひ試してみてくださいという話をさせていただきました。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございました。